はい、毎度いつもありがとうございます。ヒッシーでーす。バイオハザード7ですね、パート3かやっていきたいと思います。あ、ほんでこれ壊せるやつですね。シュートミーシュートミー言ってますけど、僕を撃ってよ僕を撃ってよ、やばん。よいしょ。これの使い道がわからん。はい、はいはい。父さんにいじめられた？父親なのか？昔はね。残念だが、奴はもう死んだ。あんたならできるかもね。え？何のことだ？やってもらいたいことがあるんだけど、今は話せない。鍵がいるかもしれないけど、とにかくこの屋敷から出てる。わかった。また連絡する。まだないと。あ、ショットガンの弾なんかあったっけ。ないか。2年で22以上ね。ここ2年で急増してるっていうね。で、あ、そうそうそう、ここだ。あの3年前になんかあったってことなんでしょうね、多分ね。ミヤ、ミヤと。ほんでここ嬉しかったんですよ。このショットガン、やったショットガンやって取るでしょ。ほら、伝統のショットガン取るとドア閉まる的なね。はい、戻してきます。誰やこれ。エブリン。鍵閉まってますよね。猫ちゃんでかいな。あ、そのばあちゃんおるんですよ、また。なんなのおばあちゃん。おい、ここも鍵ですね。ここは開いてると。サソリのでね、ここにショットガンのあれが見えてるんですよね。これ多分壊れたショットガンちゃうかなと思うんですよね。で、さっきのあれと入れ替えるっていう、そういうパターンなのかなと。うい。捕まえたヒッピー野郎はいつも通りホールから加工場に運び込んでおけ。加工場は後から行くことになるんでしょうね、多分。その辺までは僕まだやってないんでわからないんですけどね。おそらくこのパート3で未だかつて足を踏み入れたことないところまで行くんかなと思いますね。ダーツ下手くそです。ほとんどアウトボードしてますからね、これ。
一本だけブルに近いところ行ってますけどね。ほい、これは何もないと。あーで、これね、でかい嵐が近づいているらしい。数年前の嵐では増水も私まず苦労したと。ようやく水が引いた。本館無事だったけど旧館はひどく傷んでしまったと。湿地にでかい船が漂着したとルーカスが叫んでいる。騒いでいるか。明日にでも様子を見に行くとしよう。おそらくその船が何かあったんちゃうかなと思うんですよね。最初のムービーでミアが乗ってた船ありますよね。あれが多分なんか良くない船で、それがここに漂着したがゆえにこの一家が感染してえらいことになったみたいな。でミアがやってた仕事っていうのがちょっと悪いことした感じのね、生物兵器というかウイルスを運んでた的なことじゃないかなと思うんですけどね。はい、犬取りました。ガンパウダー見ときましょうか。これもねめっちゃ怖かったですね、このビデオ。また自分で動かすタイプのあれなんですけどね、ビデオの中で。ミアちゃんです。もしこれ置いたら、もう私が何を言っても信じてもらえないだろうけど、あんなことがあったし、ひどいことをした。でもこれだけは信じて、あれは私じゃないの。何が起きたのかは分からないけど、やりたいことがたくさんあるのよ。そこにいたのかい。肝を冷やしたじゃないか、お嬢ちゃん。これほんま今の今の話ですよね、このビデオの内容。また捕まるわけにはいかない。この人形ですよ、不気味だね。さあ行きますよ。ここは閉まる。こっちしか行けない。ねえママ、こっちだよ。この声がね、わからないんですよね。頭の中で響いてる声なのか、あの子が私の中に入ってこようとしてるみたいな表現言うてましたよね。これはミアの頭の中で鳴ってる、ねえママこっちだよなのかどうかですよね。よいしょ。いい加減にしたらどうだい。これ以上あんたの遊びに付き合うのはもううんざりだよ。隠れなきゃ、隠れなきゃ。ここで隠れます。私を困らせようとするんだ。一体何が気に入らないって言うんだ。家に招き入れてやって食事まで与えた。めっちゃ緊張しましたねこれ。ちょっと見たろう。どうしてこそこそ逃げ回るのさ。いいかい、この力は授かり物だよ。ちょっとやっぱり2回目は攻めてまいますね、分かってるだけあって。この家ではあんたに想像もつかないようなことがある。あんたは何も分かってない。それともただ興味がないだけか。マジなんや。まあいいか。何言うて気になってんのよねそれ。来い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 。
まそれ。これ怖いんすわ。ちょっと見に行くっていうね。隙間から見えるんですよね、マーガレットの足が。お前なんか虫の餌にして残りの肉を庭の肥料にしてやるよ。アメリカらしいですね、なんかいかに罵るときはいかに口汚く罵るかみたいなね。我が家に迎え入れたのに、心から歓迎したのに、そのお返しがこれかい。え、ジョルマだ。もう行ったよね、多分。みたいです。さあこれですよ、この謎解きはね、ちょっとあれ説明しましょうか。これ雲なんですよね、きっと。猛毒の捕食者、おお、その白い影にこれにできる影を合わせるみたいな、そういう仕掛けなんですけど、これね、コツは、右レバーでまず雲っぽい形をさっき作ってまうんですよ。こんな感じかなって、雲っぽく、どうや、こうかな、逆かな、こんな感じかな、雲っぽく。なりそう、ならない、あれ、あ、これでなったんかな、これでちょっと回す、ちょっと違うか、違うな。一旦右レバーだけで雲っぽい形を作るんですよ。あれ結構サクッといけたのにな。難しいな。あれこれ雲じゃねっていう時があるんですよ。適当に回してたらね。ゆっくり回した方がいいです。だから右レバーだけで、なんとか雲っぽくならんな。なんでや。あれ？あ、今なったかな。あれ？おっと？全然うまいこといけへんな。ここ2回やってるんですけどね、2回目はめっちゃ早くできたんですけどね。あれー
違うな。雲。これかな。で、これの、あれ？おかしなってきた、また。これや。今たまたま重なっちゃいましたけど、こんな感じで雲っぽい形が完成するんですよね。で、これをこう、左のレバーで回転させて、それっぽいところで押すといけるっていう感じです。右でまずある程度形を作って、で左のレバーで回転させて重ねるって感じですね。っていうのがもっと早くできて楽勝やなと思ってたんですけど、意外に難しかったですね。さあ行きましょうか。まあでもこういう謎解きはちょっとバイオらしくていいですね。昔ながらのバイオハザードって感じですね。ちょっと4あたりからあのボタン押すだけみたいな、こっちのスイッチ押してからこっち押すとか、2人同時に押すとか、そんなんばっかりになってたんでね、謎解きっぽいのが出てきてちょっと嬉しいですね今回。あの子はね、お前を愛してて家族になってほしいって。どの子よ。それなのにお前は、お前はおとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。特殊能力が子供？こっちだよママって言ってたあの声の主かな。愛してるのにどうしてそれがわからないのさ。おばちゃんがあっち行った隙に私たちを受け入れろ。こっちから逃げるって感じですね。よいしょ。ダメダメ、そんなの許さない。そうやって関係ないふりしたってダメなんだからね。どこにも逃げられやしないよお嬢ちゃん。この二人誰やって感じだったよね。どこへ行くつもりだい。たまらんねこれ。いやー実に気持ち悪いですね。結構ねこういうホラーもの割と平気なんですけど、今回ちょっと珍しくゾワゾワ来るところが多いですね。この辺まではもう1回か2回やってるんで結構慣れてるみたいなとこはあるんですけどね、あるんですけど、どうでしょう、不気味ですね。このまたこれがもうすぐだから僕の知らないところに突入していくんですけど、そうなった場合実況中どうなってまうんやろうっていうのがね、自分でも気になるところではありますね。ガチで怖がるかもしれないですね。でここちょっとロードが長いんですよね。
ミア、どうなってるんだ。この伝統の鹿の置物だけど何もないっていうね、目取れへんのかいっていうね、ワンをやってた人はそう思うんちゃうかなと思うんですけどね。さっき見たな、全部かなアイテムは。この部屋結構いろいろあったと思ったんですけど、もう取ったんかもしれないですね。おい、ハンドガンの弾は助かる。薬液、あー、アイテムいっぱいなのね今。どうしようかな、なんか作っとこう。弾、それでもいっぱい。ビデオテープはいらんのか。ちょっと置きに行きましょうか。これビヨーン、よいしょ。何がいらん？あ、っていうかこれ使うのはダメですね。ちょっと使いに行きますと今。何があったかな？あ、犬かな？犬のレリーフもらえる。レリーフいうか、なんでしたっけ？犬の置物？あ、レリーフや。レリーフになってました。このアンティークコインいつ使うかマジで分かんないですね。全部持っといてええんかなこれ。 OK、 おい、これ開けときましょうか、はめときましょうか、ここにね。 OK で、おばあちゃん気になるわー。あ、取って大丈夫やった？いけるね。で、これを取ると。ラッキー。またや。こんなもんかな。けい。おお、そうやったっけ。どうだ、びっくりした。こんなもんでくたばると思ったか。ああ、そうでしたね。思い出した。その力はいつも俺の中に流れてる。ああ、わかるだろう。俺たち家族もアモブ。どういうことだ
トラ。お前は終わりだ。オッケー、ノーダメージ。なんちゅう死に方やはね、ウフヘヘヘ言って死にましたけどね。さあ、いよいよ僕も未知の領域に差し掛かろうとしています。で、これは鳥っぽくすればいいんですよね。この辺のはず。これでいいんじゃん。ね、うまいことできました。すごい仕掛け。誰がこんなの。ねえ、思うよね、それは。この辺までは来たかな。ここで、そう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 、こんな感じだったね。ガチの鹿ですよこれ多分ね。ねえな。こんなもんからなんかいろいろあったような気がするんだけども、あーこれね。ういおっしゃ、行きましょうか。だけ？ちょっと待って。お、誰？ああ、そうやと思うよ。多分。多分20人ぐらいおるんちゃうっていう話ですよね。旅行中の夫婦、旦那は成功12人目で
嫁はダメだった廃棄、女子大生さんに全部腐ってやがったルーカスのアホめ、不老者のじいさん、福天下、なんでしょうね。あるやつがね出てくるんですよ。あれ？かけてこうへんかったっけ。やっぱりちょっとずつ違う。まあええわ、どうしようか。多分ね、もう多分この辺ぐらいから知らん領域かな、知らん領域のはず。あー、もう全然知らんわ、こっから。あ、ちゃうか、ここで終わったんかな、この部屋で終わってますわ。コートニーや奴らは俺を探している。ああね、地下の解体室にもう一個がある。地下に降りなダメなんですよ。こんなもんかな。はい、そうです。一回ここまでやってちょっとやめたんですよね。あとは実況の、なんか設定とか最初からやりながらやってて、今こうやって実況してるっていう感じなんですけども、この先からは僕もちょっと未知の領域になります。どうなることか楽しみです。おそらく次犬のレリーフですね、探しに行くことになるのかなっていうところですね。はい、こんな感じです。ちょっとアイテムがええ感じに潤ってきたんじゃないかなっていうところですね。ハンドガンの弾が47発か、57発あるんですよね。はい、じゃあちょっと武器の整理をして、また次、やっていきたいと思います。ではではまたお会いいたしましょう。